大使一撃論とは、日中戦争初期に武藤昭、田中真一らによって唱えられた事変拡大論で、国民政府は日本軍による強力な一撃を加えるだけで屈服し、早期講和に持ち込めるというものである。日本陸軍上層部は、関東軍が満足国境においてソ連軍と対峙している状況で、中国における戦線拡大を警戒したため、 事変不拡大の方針を打ち出し、早期講話の道を模索し始める。しかし、無党らは、大使一撃論を唱え、国民政府に強硬姿勢で、望み講話を引き出すという方針を陸軍上層部に、訴える。そして、事変の不拡大と拡大のどちらが良いのかの、はっきりした長期戦略のないまま、大使一撃論に従って、上海を攻略し、南京を攻略した。 日本軍は強力な一撃を国民政府に加えることに成功したが、国民政府は屈服せず、これ以後、中国全土に事変が波及した。その後、武藤は部下の石井明保に後悔の念を述べている。ただし、上海への陸軍派遣は、天皇の要望を組んで、与内三政海将らが主張したことであり、実際の事変拡大は、 陸軍の強硬派が独断で進めたわけでなく、トラウトマン工作を否定するなど強硬派を支援する、形で政府側が進めた政策である。ありがとうございます。